はい、どうもこんにちは。こんにちは。はい、大人の未来の時間がやってまいりました。はい、もうすっかり春だね。春ポカポカすぎ、最高の季節でしょ。まあね、桜もそろそろね。そうでしょう。盛り上がっていきたいよね、こういう季節はね。そう、マスクもね、一応ね。そうでしょ、大丈夫なんだからね。取っちゃい取っちゃい。今日はね、盛り上がるにもってこいのゲストにしたのよ。だから大阪から呼んだのよ。お、今話題の会社のね、はい、人をね、うん、大阪から来ていただきました。あ、わざわざありがとうございます。そうなんです、ナイスガイに来ていただいたんでね。ナイスな感じですよ、はい、真っ黒ですよ。そうですよ。じゃあ早速お呼びしますね。はい、はい、今日のゲストはトゥモローウェイト株式会社、常務取締役の西崎純平さんに来ていただきました。どうもよろしくお願いします。西崎です。よろしくお願いします。見てこの爽やか感。爽やか、季節に乗ってこいでしょ。いや本当に、ね、大好きなキャラクターでね、うん、会ってまだ1ヶ月ちょっとなんだけど、もうすっかりこの魅力に、まあ、魅了されてね、うんうんうん、でちょっと申し訳ないんだけど、うん、大阪から来てほしいって言ったら来てくれて、うん、明日トンボ帰りで帰るって言うから、まあ、素敵。どれだけ大阪を愛してるんだって話だけども。違うさ、川上さんを愛してるからこのためだけに飛んできたんです。それね、嬉しいこと言ってくれるよね。そうでね、今日はね話したいことが結構いっぱいあって、うん、まずその、まあ、西崎さんのね、うん、会社トゥモローゲート、これがね、うん、非常に、まあ、この業界で非常に話題、うん、まあ、バズってるって言ってもいいかもしれない、うん、すごい話題になってる会社なんですよ、うんうんうん、その話もしっかり聞きたくって、うんうん、であともう一つはね、ちょっと後半はこの間僕もちょっと出させてもらっている営業展開一武道会で、うん、まあ、優勝してるんですよ、うん、ね、ほほほほほ。なのでちょっとセールスとは何ぞや、営業とは何ぞやっていう、聞きたい、みんな聞きたいよね。ちょっと優勝者のね、西崎さんちょっと聞かないといかんなということでちょっとお呼びしたんだけども、うん、まあ、ちょっとね、西崎さんまずさ、はい、トゥモローゲートのね、はい、話をちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、まあ、見てる人聞いてる人はちょっと初めての人もいると思うので、はい、トゥモローゲートってどんな会社なのっていうのをちょっと教えてもらいたいんです。わかりました、うん、トゥモローゲート大阪にある会社で今設立13期が終わろうとしているところで、社員が40名ぐらいの会社なんですけれども、うん、メインでやってるのがブランディング、企業のブランディングをメインでやってまして、うん、ブランディングって言ってもクリエイティブの部分、うん、よく目につくと思うんですけど、うん、そのクリエイティブの部分だけじゃなく企業理念とか、うん、その根っこの方からインナーブランディングからちゃんと整えて、うん、でそれを差別化したアウトプットで載せましょうっていう風にする、うんうんうん、ってことで、まあ、ずれないブランドを作りましょうっていう、うんうん、そういうことをメインでやってるんで、うん、なので、理念の構築から社員の研修、うん、あとは評価制度とかから作って、うん、最終的にはウェブとか動画とか、うん、あとは SNS とか、うん、そういったところまで一緒に作って、運営していくっていうところをやらせてもらってる会社です、うん、はい、なんかすごくね、改めてその、日本一ブラックな企業とかね、はい、まあ、ビジョンマップとかね、はい、さまざまなその、キャッチーなさ、はい、キーワードとかコピーとか、はい、あるんだけど、はい、それがすごいめちゃめちゃうまいなと思っていて、ありがとうございます。ああいうのをなんでああいうふうにね、うまくこう世に PR できるようなこうキーワードとかこういうのを引っ張り出してこれるのかなってすごい気になってたんだけどさ、うんうん、あれはどういう形からどうできてきたの？例えばブラックな企業とかさ、はい、ああいうのは、はい、もともとうち、うん、採用のコンサルティングから始まった会社だったんですけれども、うんうんうん、当時代表が兄で西崎康平というのがブラックな社長で YouTube やってるんですけど、うんうんうん、その兄が創業した時に、うん、人集めたいんですけれども、うんうん、社員3人の会社に人って来ないんですよ、怖くて、うんうん、そうだね、そうだね。その時に、その時にどんなもんか分かんない。そうなんですよ。で、その時に新卒採用をしたいけれども人来ないけどどうやってアピールしたらいいかってなった時に、うん、コーポレートから黒だったんで、うんうんうん、じゃあブラックっていうのキーワードがあって、うん、じゃあ新卒採用で普通にやっても来てくれないよねって、うんうん、差別化しないといけないよねってなった時に、うんうん、学生が一番気にするのってなんだろうって、ブラック企業で働きたくねえななんですよ、うん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 、なので普通は会社ってホワイト企業に見せて集客したからじゃないですか。そうだね。でもうち世界一変わった会社を目指すっていうのがビジョンにあるんで、うんうんうん、そんなこと言ってる会社が普通にアピールしたらダメだよねっていうことで、うんうん、じゃああえてブラック企業をモチーフにブランディングしようということ で、うん、で学生もそのブラック企業で働きたくないからググるわけですよ、うんうん、ブラック採用とかで。なるほどね。そしたらうちようこそブラックな企業へで一番上に上がってくるんですよ。なるほどな。あ、そういうやり方か。そうです。なので最終的には社員3人の会社に新卒採用を始めた初年度で
7000名応募があったっていう。おーすごい、7000？ そうなんですよ、マジで。すごい。なんでただこれも単純にバズらせて面白くして誰でもいいから来ればいいではなくて、うんうん、ようこそブラックの企業へってキャッチコピー出してくる人の中に、うん、大手志向とか安定志向の子来ないんですよ、うんうん、そんな会社絶対嫌だってなるんで、うんうん、でもそれを見てきてくれた子ってベンチャーでもなんかこんなおもろい会社だったら別に3人でもいいぜっていうようなベンチャー精神あふれる子が7000人集まって、うん、そこから優秀な人が取れたっていうのがうちのそのブラックな企業の始まりですね、うん、なるほどね、はい、いやホームページもねちょっとちゃんと見させてもらったんだけどさ、その面白い会社を作るみたいなさ、はい、そのなんかアプローチ方法も変わってるじゃない、はいはい、面白い会社になりたいって、うん、花から思ってる経営人ってあんまりいないと思うんだけど、うんうんね、あの入り方とかもなんか唯一無二だなと思ってて、決してなんか一見ふざけて知らない人はさふざけてるのかって思うかもしれないけど、その裏側にあるなんかその作戦というのかな、はい、なんかコンセプトメイクというのかな、はい、すごいなと思って、あの面白い会社を作るっていうあの言葉は どこからどう出てきたの、あれは。もともとこれ、うん、兄が13年前に創業した時に、これも兄の性格によるところ多いんですけれども、人と同じことするのがむちゃくちゃ嫌なタイプだったんですよ、うん、これ僕子供の頃から知ってるんですけど、うん、本当に人と同じっていうのが絶対に嫌っていうタイプ で起業するってなった時も、うん、普通の会社は作りたくない、他と全然同じみたいに見られることやりたくないっていうことで根底にあったんで、うん、変わったことやりたいが最初だったんですよ、うんうんうん、じゃあ自分たちの中でトゥモローゲートの中では変わったと面白いを同義語でよく使っていることがあるんで、うんうん、そこが根っこにありますね、うん、なるほど、ね、はい、まあ、僕もね、僕は一番最初に、まあどこかのカンファレンスかなんかで、はい、登壇されているのを見て聞いて、そこが僕が最初だったんだけど、はい、でそこで説明されているあのビジョンマップね、であれが非常によくできている1枚のビジョンマップっていうのを初めて見て、はいはい、そしたら結構周りの人間はもう知ってて、はい、だからトゥモローゲートさんのあのビジョンマップってすごいわりかしも名前みんな知ってるのよね、だからあれ素晴らしいプロダクトというかサービスだと思うんだけど、 あれが出来上がってここまで浸透した経緯とか、はいはいはい、エピソード聞いてみたいんだけど。 ありがとうございます、うん、っていうのもあのビジョンマップもサービスとしてこんなの作ってったらいいんじゃないかからできたわけでは全くなく、うん、うちの会社がそれこそ社員10人ぐらいの時に、うん、言うたらボロボロになりかけたんですよ。なるほどね、なるほど、世界一変わった会社作ろうぜ、うちのビジョンが世界一変わった会社で世界一変わった社員と世界一変わった仕事を作るっていうのをビジョンとして掲げているんで、うんうんうん、いろんな面白いやつらが来るんですけど、うん、世界一変わった会社を作るんだったらこんなことやりましょうよって提案くれたりするじゃないですか、うんうんうん、でそれってめちゃめちゃありがたいんですよ、嬉しくて、うんうん、で僕これチェックした時に、あ、なんかこれは面白いっちゃ面白いんですだけど僕らがやる面白いとか変わったとは違うなと思って棄却するでしょ、うんうんうん、そうすると何言われるかというと、うんうん、世界一変わった会社を目指す役員が一番つまんねえじゃねえかって言われて、でもこれってその子全然悪くなくて、うん、じゃあ僕らが何か変わったのかっていうと僕らも変わってなくて、何が問題って、変わったとか面白いって言葉が人によって捉え方が違うのが問題だよねって、これ整えないとずれちゃうよね、社員10人ずれてたら30人40人になっていくともうボロボロにずれて、企業ビジョン目指してるのに全然違うとこ行くんじゃないかと。これも変わった会社で言うと難しいんですけど、変わった国どこですかって例えば聞かれた時に、なんて答えですか、変わった国どこですかって、アフリカ系、アフリカ、うん、じゃあ川上さんどこ、うわギリシャかな、ギリシャってなるじゃないですか、じゃあ世界一変わった国で待ち合わせねって言ったら、アフリカ行くし、アフリカ行くし、ギリシャ行くんですよ会えないね、こんなことが起こるん で世の中の経営理念とかビジョンってやっぱりスケール大きいこと言うんで、どうしても定性的になるんで、うん、そうね、同じ言葉に向かってるに見えて、うん、実はみんな違うとこ見てるっていうことが起こりうるねってなって、うん、それを統一しようっていうことで、じゃあ徹底してそのビジョンの言葉を定義するっていうのがすごく大事で、うんうん、なんで僕らは変わったとか面白いが人によって捉え方違うんで、これをなくそうってことで、うん、じゃあ僕らが言う変わったとか面白いって何よっていうのを、うん、うちは刺さる、かける、上がる、イコール、開くっていう言葉に置き換えて、僕らは人の心に突き刺さるもので、うんうん、なおかつ定量的な成果が上がるものでないと、うんうん、トゥモローゲートの扉とかけて開く、うん、面白いって言わないよって決めて、なるほどね、こうやって決めると日常の会話が、そのこれは刺さる要素はあるけど上がる要素がないからまだダメだよねとか、なるほどね、これは
上がる要素はあるけど刺さる要素がないからもっと面白くしないとダメだよねとかっていう会話に変わるんですよ。そうすると国が揃ってくるんですよ。なるほどね。その目指す国がアフリカなのかそうだ、ね、ギリシャなのかなるほどそうなるほどな。そうやって作ってたのが最初 で、うん、でそれを作っていってビジョンマップってできたらすごい良かったんですよ、うんうんうん、でも面白いのがアニーはそういうのを直感的に思うんでしょうね。それ出来上がった瞬間に、うん、あこれはいいって言って、うん、順平僕順平って言うんですけど、うん、順平売ってきてって言われたんです。あなるほどねマジででもそっからでした売れるよこれは。そうそう、まあ、すぐでしたね。ちょっとお兄さんにも会ってみたい。面白いですよ。あのやっぱりもうこれやっていう匂う嗅覚とか、まあ、Twitter とか YouTube 始めた時も最初何してんだろうと思いますけど、うん、あれよあれよといろんなファンがついてって、そこから音やすももらえるようになって、これって思ったことに突き進む能力がやっぱ長けてます。うん、僕は逆にそっちができないので。そのトゥモローゲートのさ、ブランディングスタイル、ブランディング商品は、今、まあ、どんなまあ、クライアントというか、まあ、どんなクライアントに喜ばれてるとか、業界とかそういうのが何かあるの、特色っていうかな。業界の特色は全くなくって、それこそメーカーもサービス系も、うん、例えば介護も食品とかもいろんな業界の方々からご相談いただく、業界の縛りは全然ないんですけど、今のところで言うと、中小企業と呼ばれる会社さんがやっぱりクライアントとしては多いですね。やっぱり自分たちのブランドをどこにっていうのがまだまだ確立しにそうかできてなくて困ってらっしゃる会社さんが結構多いのは多いですね、はい、じゃあベンチャースタートアップみたいなところもわりかしそのスコープの中にあるのかもしれない、ね、ありますね。まあ、社長とがっつり話し込んでいかないと見える形にできないよね。おっしゃる通りなんですね。そうだよね、確かに。そうなんですよ。なるほどな、わかりました。まあ、ちょっとね、まあ、これ聞いてる方、見られてる方でね、もしブランディング自分の会社で悩んでる方がいたら、ぜひトゥモローゲートの方にね、うん、宣伝してくださいますありがとうございます。検索してトゥモローゲートで、はい、またブラックな企業でやると一番上に出てくるから、はい、ぜひ。いや、そんな西崎さんのね、はい、さっき、まあ、お兄さんに売ってきてくれって言われるぐらいだから、うん、多分西崎純平さんの方もね、そのセールスのノウハウはもともと持ってて、まあ、セールスがすごいんだろうと思うけど、僕はそのこの間の、営業展開一武道会でね、うん、彼が優勝する姿を間近で見てて、うん、素晴らしいなと思っててね、それ僕は営業がね、こう見えても、ね、あんま得意じゃないんですよ、うん、で営業が苦手だし、営業から逃げてたタイプなの、大変なのよ営業って、お客さん背負って大変なんだよ。だからね、それをねこういう仕事から逃げたいなと思ってた時期もあることを思い出すんだけど、そのノウハウとかね、その辺のことをちょっと聞いてみたいと思ってるんだけど、はい、まずなんだろうな、西崎さんにとって営業ってどういうもの？営業、そうですね、うん、その人の困ってることとか課題に対して、うん、その人の気づかないものを提案できるっていう意味では、うん、むちゃくちゃ面白いと思ってるタイプなんです僕は、営業っていう仕事を、うん、僕逆に営業しかしたことないので、うん、なんで大変な仕事ですけど、それがこうやりきった時にはお客さんからすごい感謝してもらえる仕事ですし、うん、やっぱ面白いですよね、うん、お客さんの気持ちにしっかりと入り込んで課題を解決するために相手のことを一緒に考えながら進んでいくってことなんでしょ。そうだよね、うん、なんかこの間のね、勝つために一生懸命作戦立てたなんて会場で言ってたけどあの時ちなみにどんな作戦を立てて臨んでたの？いやもう優勝した時、うちが YouTube とかでも営業系のノウハウとかの YouTube とか出してるんで、うんうん、トゥモローゲートの営業大したことねえじゃねえかって言われたら終わりなんですよ。ものすごいプレッシャーがあって絶対勝たないといけないなと思ったんで、そのさっき言った作戦むちゃくちゃ立てて打ったんですよね、うん、それこそ概要をもらった時に、うん、川上さんのお名前ですとか、うん、受け手の方のお名前があって、うん、全部の方の、うん、YouTube と Facebook とついてブワーって全部メモに残って、うん、そのメモでエクセルで基本まとめて、それを全部切り取ってメモ帳に貼ってたんですよ。つまり営業先の会社とか人のことだよねそこってね。そうです。ですとか、あとテーマが最初から分かってたので、うん、この ABC のテーマから予選で1個、うん、本選でそれ以外の2個の中から1個選んで喋りなさいねっていうところがあったんで、うん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 、
じゃあそこに対してどれのテーマでいくかとかっていうのもめちゃめちゃ考えましたし、はい、なんで一番最初にやったのはこれ営業でも一緒なんですけど、うんうん、その大会勝つ時も一緒なんですけど、人の動機ってめちゃくちゃ大事だと思ってて、人の動機、はい、うん、本気で欲しいと思ったことに対しては動けるんですけど、うんうん、対して欲しくないものに対しては本気で動けないんですよ、うんうん、で僕はその動機を作るために言いふらしました。絶対優勝してくるから。ああ、自分の中の動機づけ。ああ、めちゃめちゃ言いふらしました。お、絶対勝つ言ってプレッシャーかけて、負けるなんてありえないっていう豪語して、そうすると負けて帰ってくるとダサいじゃないですか。確かに。っていうのが僕、そういうふうに思われる、がっかりされるのとかが大嫌いなので、なるほど、それがもう強い動機になるんですよ。はいはいはい。なんでそことかも、これもまあ作戦としてこう、うん、皆さんに言ってってっていうのもありましたし。なるほどね。まあ追い込んでったんだね、自分でね。追い込んでました。そうか。なんかね、あの人柄とかこうすごくあのメンバーのね、大会の中でも、なんだろうな、もう自らに攻めるぞっていう、もうこの人は売り込みに来たぞっていう鋭い獣のような目をしている出場者もいた気がしてるんですよ。でも一方で西崎さんのことを見てると、どっちかってふわっとこう包み込んでくるようなスタイル、な感じをすごい受けて、なんかいろんな人の営業スタイルあるなと。それぞれが別にあの自分らしさだと思うんで、いろんなパターンがあると思うけど、なんかね、そんな印象なんかを持ったんですよね。めちゃめちゃ嬉しいですね、それは。なんか自分なりの営業スタイルってこうだと思うことってあったりするの？ああ、それは今おっしゃっていただいたことはすごくそこを見てくださってても嬉しいところで、あの売りに行くスタンスゼロなんですよ。あの僕が必要なかったらやめた方がいいですよってむしろ言うぐらいに、なるほど、ね、売る必要は全くないなと思って、この人のために何かできることがあるのかな、でそれに対して何かプラスの提案ができるのかなが全ての基準で、 なので聞くところから始まるっていうのは傾聴姿勢なんだね。そうです、相手のことを一生懸命、なんで僕にできること何もないじゃんって言ったら提案一切しないですし、それでもやりたいって言ってくると、いや他のこれやった方がいいですよって絶対言いますしなるほど。でこれってすごい綺麗に聞こえるじゃないですか、うん、あのすげえいいやつぶってる風に聞こえるじゃないですかでもこれって全然そうじゃなくて、めちゃめちゃ理にかなってて、うん、こういうスタンスでやった方が結果的に売れるんですよ、うんうん、なんでってその人がその場では売れなくても、あんだけ真剣にやってくれたんと、こういうプロジェクトの時あいつに声かけようと思ってくれるとか、なるほど、そうだね、結果的に売れるし、逆に売りに行った時ってお客さんの要望を無視して提案してるわけで、うん、無理して取ってるんですよ、うんうん、で、あれよね、そういうのね、で無理して取ると結構クレームにつながったりするんですよ、うん、確かにね、お願いしてもう絶対頑張りますやらせてくださいよみたいな、できるって言ったじゃんみたいなね、そうそうそうそれだとクレームにつながって、結局利益をそぎつつ、むしろ赤字になりつつもサービス提供し続けないかみたいな事態も起こり得るんで、結局はそれが利益に一番つながるんで、僕がやってるっていう、まあ、切れ事じゃないだけの部分もあるっていう感じですかね。なるほどね。まあじゃあさ、なんかあの若い子たちじゃないけど、そのまあ営業職のみんなになんかアドバイスっていうかな、なんかノウハウアドバイスみたいなのがあったらちょっと聞いてみたいんだけど。なるほど、それだったらやっぱり相対してる目の前の人に対して興味を持つっていうところが一番大事かなと思ってて、なるほど、ね、例えば大好きな彼女が目の前におって困ってたら何かしてあげたいなって思うじゃないですか。そうだね。でその時に本当にしてあげたいことも本当にその人のためになることをしてあげたいじゃないですか、うん、だから聞くと思うんですよ、うん、なんで泣いてんのとか、何が嫌だったのって、どうしてそれが嫌だったのかとかっていう聞く、その興味っていうのが一番大事かなと思うんで、なるほどな、そのお客さんに興味を持ちましょうっていうところはすごい大事な、さっきのあれだもんね、ほら僕ら相手の、ね、はい、大会の時も相手のことをとことんまでこう見て知ろうとするような行動がやっぱ優勝に結びついてるんだとも思うんだよね、うん、やっぱ相手に興味を持って相手を知ろうとして、相手を知らないとやっぱ心に入れないよね、うん、確かにね、そうなんですよね、そこはすごく大事にしてる部分かもしれない。と西崎さん、やっぱり今後も営業職、まあ営業という仕事、営業職っぽい仕事を今後も貫き通していこうっていう感じなの？今僕は実際に営業をフロントに立つ機会よりも、うん、その営業をメンバーに伝えていく、うんうん、でメンバーが実際に動くケースの方が圧倒的に多いんですよ、まあ、でもお客さんの前に立つことも全然ありますけど、うんうんうん、数はだいぶ減ってきてるんで、うん、なんでそういう営業ができる、
本当にそういう意味で本質的に喜んでもらえるサービスが提供できるようになっていくっていうのは僕は今後もになっていくっていう感じですね。じゃあね、ちょっと あっという間なんだけどね、番組的にはさ、未来の話をさ少しちょっと最後していきたいなと思うんだけど、はいはいはい、まあ、トゥモローゲートの未来と、まあ、西崎さんの未来両方ちょっと聞いてみたいなと思ったんで、まずトゥモローゲートのね、これからの未来、まあ、どんなことをやりたいとかどんなことを描いているとか、どうなりたいみたいなのがあったらちょっと聞いてみたいんだけど、トゥモローゲートは2025年の3月末までに随分決まってる、決まってるんですよ、うん、大阪で一番面白いと言われる会社になるっていうのがビジョンとして中期ビジョンとして掲げて、なるほどなるほど、言ったら中期ビジョン、その最終的なビジョン、世界一変わった会社にっていう前に、うん、その大阪一に2025年になろうっていうのが決まっていて、なるほど、でその次はまあ日本一面白いと言われるっていう風に、でこれ追い込むね、これ大事なんですよでその時に僕らが日本一面白いでしょっていうことは簡単で、うん、それってあんまり意味がなくて、うん、周りの人がそれを言ってくれるかどうかっていうのが大事なんで、うんうん、それが当面の目標としては僕らの会社としてのビジョンですかね。なるほどね、2025年3月か、もうあと2年ぐらいか、そうです、そうです、すぐだね、うん、まあ、かなり来てるけどね、もういやいやいや知名度的にはね、まだまだそこの知名度とか SNS とかの認知っていう部分はかなり伸びてるんですけど、うん、まだまだ足りない部分いっぱいあるんで、そっちを埋めていかないといけないというのが今のところやっていくことですね、うん、じゃあちょっと最後にね、西崎さん自身のさ、はい、ちょっと未来のありたき姿みたいなのあったら聞いてみたいんだけど、はい、僕がありたい姿でいくと、うん、なんか子供たちとかが当たり前に使っている文化、うん、当たり前にやってることを僕らが作ったものでありたいなみたいな、なんか僕らが採用も携わることも多いので、例えば採用就職活動だるいなって思う子多いじゃないですか、でそれでこんな風にしても、例えばこう媒体登録してこうやってこうやらなきゃいけないっていう文化から、例えば当たり前に高校生ぐらいからインターンシップ行くのが当たり前の文化になってるのを僕らが発信して作れてたら最高だなと思いますけどね。なるほどな、そうかそうか、結局は子供にいい格好したいんですよ。でこの息子が自分それ使ってて、父ちゃん今これが普通なんだよって言われた瞬間に、それ俺が作ったけどなって親側したいっていうのはありますね。なるほどな、はい、まあ明るい未来だね、子供にとって明るい未来の話だよね。そっか、分かった、家族を大切に大切にしてるんだろうね。なんかね、うん、本当に爽やかでしたよ、爽やかだね、うん、あと自然体そうなんだよね、本当に自然、うん、ちょっとさ、ホームページ見てもらうと分かるんだけど、オフィスもすごいかっこいいんですよ、大阪ね。ちょっと僕行った時にはぜひ寄りたいなと思ってるんだけど、皆さんもね、ぜひトゥモローゲート、ちょっと面白い会社なんで、サイト見てもらうとね、非常に面白さも伝わると思うんで、一度検索してみてもらえたらなと思うんですけど、今日は本当にね、わざわざ大阪から来てもらって本当にありがとうね。とんでもないです、うん、こちらこそ。この後今日あれでしょ、疲労なんでしょ。そうです、疲労に行くわけで、大変ですけどそうなんです、今から移動で。まあ、ありがとうございました。今日はね、ゲストに来ていただいてありがとうございます、はい、じゃあ今日のゲストは、トゥモローゲート株式会社の、常務取締役西崎純平さんに来ていただきました、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、素晴らしいですね。ねえ、本当になんかね、話してもらって分かったと思うけど、すごい人柄がね、大好きなのよ ね、なんか一瞬で捉えますね。そうだよね、信頼できる人であり、まあ、安心できるような人でもあって、ちょっとタイプ似てる気も俺は個人的にしてるのよ、だからなんかちょっと東京と大阪でなかなか会いにくいんだけど、なんかずっと付き合っていけたらいいなって、個人的にはでもこれからきっと東京に来る機会が増えますからね。そうなんだよ、ぜひね、ちょっとラジオやってもらいたいなっていうのを一言言っとこうかな。あとでそれちょっと裏で言っとこう。そうですね、はい、はい、また次回も、そうね、次回も素敵なゲストをお呼びしてますんで、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。